こんにちは、マギシです。今日はドイツに行ったらどういうお土産を持っていくのかっていうことについて話したいと思います。こう日本からドイツに行って、ドイツ人がどういうお土産を喜ぶかどうかっていうのが、わからないんじゃないですか、日本人は。でドイツ人もそう。でも今日はちょっとドイツ人にどういうのを持ってきたら喜ぶのかなっていうのを紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。やっぱおせんべいだと思います。おせんべいはね、ドイツにないの。あとおせんべいすごい美味しいの。だからおせんべいはスーツケースの中に入れてもすぐ壊りません。守られているし、食べるとうまいし、これは絶対ドイツ人が食べても美味しいはず、そういう気がします。あとやっぱ日本だといえばこれじゃないですか。で今日選んできたのが柚子のうどんなんですよ。柚子で、長くドイツに住んでる日本人みんなわかると思うんですけど、柚子ってマジでないし、あとでね、こういうのはすごい懐かしく感じるんですよ。で、ドイツも、一応カップラーメンっていうのはあるんですけど、どっちかっていうとね、中国とかベトナム系のメーカーだから、うまいのは日本のものじゃないですか。なので、まずこの、柚子仕立てのうどんを持っていきましょう。てか、持っていきましょうっていうのは、うちが持っていくだけなんだけど、なんかね、この辺、ドイツ人でも日本語多分読まなくたってなんとかなると思うんですよ。こうね見たら、ってなって、多分これはドイツ人でもできると思いますので、すごいいいです。あとはこれも持っていきましょう。だって焼きそばもですね、ドイツに売ってないんですよ。だからこう長い間ドイツに住んで、めちゃくちゃ焼きそばが食べたくなるんですよ。でわざわざ日本のスーパー行って高い焼きそばを買っても作れなくはないんですよ。すごい高いんですよ。でなんか これの なんで選んだかっていうと、マヨネーズがついてるんですよ。で、ドイツのマヨネーズと日本のマヨネーズは味が違うので、そう、ドイツ人に焼きそばを紹介したかったら、マジでマヨネーズが一番こう大事なポイントだと思うんですよ。ドイツのマヨネーズ使うとね、全然味が違うから、まず、前なんかドイツに住んだ時、日本人の友達とみんなこうね、そこだけ意見は合ってて、やっぱマヨネーズは日本のマヨネーズじゃないと焼きそば変な味しますよね。うん、そうだよねって言って。で、これだったら、マヨネーズがついてるので、あと使い方はめっちゃ簡単じゃん。だからドイツ語全く喋れなくても、ドイツ人にこうね、ここ水入れて、後でこうやってこう水を取るみたいな。やり方は簡単に説明できると思うので、これも多分、喜ぶお土産の一つだと思います。で、一番多分、喜ぶのはこれじゃないですか。こうセットなんで。だからなんかさ、これなんか渡しやすいと思って、すごいだって、いいじゃん。なんか日本のなんかこう、一番いいところがまとめた袋なんじゃないですか、日清。ね、めっちゃよくね。で、ドイツは日曜日、スーパーやってないんですよ。で、そうすると、ドイツで一人暮らしして私はそうなんだけど、日曜日、スーパーがやってなくて、冷蔵庫なんて、こう、食べ物なくて、こう、困ったりするんですよ。だから、こう、ラーメンとかあるとね、普通にいいと思うんですよ。で、こうね、これは、多分、ドイツ売ってるか売ってないかもしれないんだけど、すげえ美味しいと思うので、持ってきます。シンガポール、そうだね、シンガポールなんだけど、これはなんかこう、これを食べると多分、ドイツ人感動するんじゃない？これは、なんかこう、韓国のあれじゃないし、中国のあれじゃないし、やっぱこう日本のカップラーメンは上品だみたいなさ、多分感動すると思います。でこれも持っていきます。
いっぱい買ってきた。前はですね、いつも、そうだね、チョコを持ってきたんですよね。抹茶チョコ、キットカットの抹茶のチョコもすごいなんかヒットしてて、でも毎回チョコ持ってきてもあれだなと思って、今回はカップラーメンを持ってドイツに行くと思います。皆さんどうですか？ドイツに行ったらお土産何を買ったりしますか？ドイツ人に何を渡して何が嬉しかったですか？ぜひ自分がドイツ行ってみて、ドイツのお客様にプレゼントをしましたとか、ドイツの友達の家にお邪魔しましたとか、そういう時に日本のどういうものを持ってきたのかっていうのをぜひコメントで教えてきてください。今日も最後までありがとうございます。ブストンネスマーチー。